ファイティングクライマックスイグニッション。観光点数3000タイトルを突破した電撃文庫。その大人気キャラクターたちが 2D 格闘ゲームで夢の共演。問答無用、覚悟しなさい。好戦的だな、おい。シンプルかつ簡単、爽快バトルアクション。ボタンを連打するだけでもド派手な技が決まっちゃう。なのに奥深い、きめ細かく多彩な攻撃バリエーションが君の格闘マインドをイグニッション。キャラクターごとに見せるアクションが違うから、全てのキャラを遊び尽くしてね。さあキャラの紹介だ。アクセルワールド、面白い。相手になろう。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。エロゲを見るたび思い出せ。灼眼のシャナ、立ちふさがるというなら打ち破るまで。ストライクザブラッド、今こそ吠えろ、せっかろ。ソードアートオンライン、このゲームは遊びじゃない。そうだ、ソードアートオンライン、新速のソードスキル、マザーズロザリオ。デュラララ、ぶち殺す。死ななくても殺す。とある魔術のインデックス、この私に挑もうっての。トラトラ、ムカつく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 んじゃ。ブラックブレッド、サトミレンタロウ、お相手捕まつろ。魔法科高校の劣等生、お兄様見ていてください。ローキュー、よろしくお願いします。さらに新規参戦キャラクターが続々登場。働く魔王様からエミリア、権限せよ我が力、魔を滅ぼさんがため。ヘビーオブジェクトからクエンサー、ド派手に決めて今回もヒーローになってやろうぜ。魔法科高校の劣等生から、お待たせしました、シバタツヨ。お手柔らかに頼む、俺は劣等生だからな。もちろん30名以上のサポートキャラクターが登場。それはバトル中に呼び出せる頼もしいパートナー。大丈夫かミユキ。お兄様、作品を超えた異色タッグもできて面白い。そしてなんと3人目、ブラストキャラクターついに実装。ブラストキャラクターはメインキャラクターの能力を強化してくれるチームメイトだ。新機能イグニッションシステム、ラウンド終了時にキャラクターの能力を再点火。この3人の中から1人を選んでイグニッション。ラウンドごとのバトルの駆け引きがさらに広がる。逃がさないよ。そして主題歌をリサが担当。上がる楽曲でバトルのテンションもイグニッション。セガより愛を込めて、全ての電撃文庫ファンに再び注ぐ。これは永遠に終わらないクライマックス。電撃文庫ファイティングクライマックスイグニッション、12月17日発売。初回封入特典はオリジナルカスタムテーマもらってクライマックス。劣等生とか言って本当はすごい能力持ってるんでしょ。まずい、これ以上見られるのは危険だ。